ヨーロッパだけカンバは、北ヨーロッパ、アイスランド、北、アジア、グリーンランド原産のカバの木の一種。ヨーロッパシラカバとも呼ばれる。高さ10から20メートルに成長する、落葉樹である。細長い樹幹、幹の直径は70センチメートル、樹皮は滑らかであるが、鈍いくらい開白色で、水平の細かい皮目がある。葉は鋭い卵型で、長さ2から5センチメートル、 1> 幅1.5から4 5センチメートル、円は細かい巨子状である。花は風媒用上下所で葉が出る前の早春に咲く。ぶら下がり、円筒状に集積した長さ1から4センチメートル、直径5から7センチメートルの果実は成熟すると崩れ、個別の種子が放たれる。これらはそれぞれ長さ2ミリメートルの2枚の小さな羽を横に持っている。 ヨーロッパだけカンバは白カンバと禁煙であり、しばしば混同される。多くの北米の教科書はこの二つの種を同種として扱っているが、ヨーロッパでは異なる種であるとされている。ヨーロッパだけカンバは滑らかで綿毛に包まれた芽生えを有しており、無毛でイボジョウノの白カンバと区別することができる。ヨーロッパだけカンバの樹皮は鈍い灰色がかった白色であるが、 シラカンバの樹皮は薄く黒い裂け目があり目立つ白色である。葉の縁もまた異なっている。ヨーロッパだけカンバの葉の縁は細かい巨子状であるのに対してシラカンバの葉の縁は荒い巨子状である。これら2種は細胞学的にも区別できる。シラカンバは2倍体がヨーロッパだけカンバは4倍体である。生息場所要求にも違いがある。ヨーロッパだけカンバは年度あるいは 米炭湿原といった湿った水はけの悪い土地で見られるが、白寒波は乾燥した差湿度で主に見られる。北極圏内のトロムソの湖を囲む道の近くのヨーロッパだけンバ。ヨーロッパだけンバは他のどの紅葉樹よりも北極近くの北まで広がっている。亜寒帯個体の標本は大抵小型で非常にねじれており、亜寒帯ヨーロッパだけンバとしてしばしば区別される。 この亜種はアイスランド及びグリーンランドの原産の唯一の樹木として重要であり大きな標本は13メートルにも達する。ヨーロッパだけカンバの亜種はスカンジナビアのほとんどで高木限界線を形成している。スウェーデンではカバノキの樹皮は磨かれパンの形を作るのに使われる。かつて樹皮の除去が非常に広まっていたためカール・フォン・リンでは森林の生存について 懸念を示した。ありがとうございます。